皆様こんばんはん。ボギー大佐の言いたい放題。2022年11月18日金曜日。私主催のボギーテトコンでございます。まあこの日本列島南北に3000キロ、まあ。北海道では雪が降っているということでございまして、まあホルスタインさんのところ多分、 かなり寒いんじゃないかと思っております。さて、南の島、沖縄、今日の夕方の気温が、なんと26度ということでございましてね、26度です。皆さん、夕方で。えー、今ね、もう夜の9時なんですけど、まあ、扇風機をかけながら、えー、やぶかと戦っております。やぶか。ね、もう11月も、 中旬に入るんですけどヤブカが飛んでおります、まあ、これね夜特に眠ってる時にこいつが来ると厄介なんですよね。まあ耳の周辺でトーンという非常に歯音がねなぜか耳の近くで聞こえるということでございまして、えー、昨晩も眠ってる時にヤブカの急降下爆撃を受けまして。 夜中の2時半から蚊取り線香をつける羽目になってみましたということでございましていやーまさか11月になってねブカとブ、ね、カに対空砲火を打ち上げるなんて思いもしなかったでございます。さて、えー、今夜もですね えー、多くの戦友の方々がお見えになっております。まず、三口ニラは、ハチさんの方から音声良好というレポートとともに届いております。それから、コシさん、どうもこんばんはんこでございます。コシさんからはクラッカー連発でございます。コウスケさん、はい、お見えでございますね。はい、ミツキさんも来ていただいてありがとうございます。江戸前あさり小僧さんからはニラでございます。ニラですよ、ニラ。<laughs> はい、もう、ニラですよね。 それから、えー、ウスケさんからしまらっきょうスムージー、JMSDF さん、はい、同じうちなということで暑かったということで、とにかく昼間暑かった。とにかく暑い。30度ぐらいあるんじゃないかというぐらい暑かった。今日多分泳げたと思います。はい、肉球さんも、 ニラいただいております。ありがとうございます。のり森の都さんどうも、こんばんは、ここでございます。今日は26度。今日はね、でも、朝っぱらから本当にもう、ろくでもないニュース流れておりましたね。朝っていうか。まあ、なんていうか、の、北朝鮮がまたやらかしたということでございましてね。いや、あの国、どれだけミサイル持っているんですかね。はい。日本が一発も持っていない。 弾道ミサイル何発持ってるんだよっていうふうに思うんですけどそういった資金は一体どっから稼いでいるのか不思議でなりません今日はねそういったやっぱり外からの脅威に対して日本がね今どのような動きをしようとしているかということをね皆さんといろいろお話をしていきたいと思っておりますけど この反撃能力、はい、反撃能力、普通ね反撃能力っていうと高ければ高いほどがいいと思うんですけどなぜかこの国は反撃能力に歯止めをしようっていうことで自分で自分の、ね、首に、ね、縄をかけようとしているまあ自分の首に自分で縄をかけるとこれはスーサイド自殺と言いますけどね はい、自殺行為なんですけど、それをね、自分でやろうとしている、えー、このね、日本一体何をしようとしているのか。さて、記事なんですけどね。はい、これ、政府は相手国のミサイル発射拠点などを叩く反撃能力。 敵基地攻撃能力を保有した場合の歯止めについてなんて言ってるんですけど相手がね日本を攻撃してきた時っていうのはもうねだって敵地を攻撃してるることになるんですよ相手は自由自在に敵地を攻撃するのに日本はというとその力に歯止めをかけようっていうふうに自分たちで言い始めておりましてねはい。 自衛隊の出動に関する現行の国会関与の仕組みを適用国会の事前承認かえ事後承認を行使の条件とする検討に入ったということでございましてねはい自衛隊には任せないと、ね、自衛隊の方にこういった反撃を任せないでまずは国会を通せと。 ということでございましてね、特に JMSDF さん、あの、本物ですから、物本ですから、よーくわかってると思いますけど、この国はね、どこまでも自衛隊からね、手足をもぎ取ればいいのかなっていう風にね、私はとっても不思議に思っております。はい、続きまして、複数の政府関係者、誰ですか、これ。 いつもいつも何かあると複数の政府関係者とか自民党関係者とかねそういうふうに出てきますけど本当なんですかね。さて自民党は日本が攻撃を受ける前でも攻撃への着手があれば行使できるようにすべきだと主張する一方公明党は先制攻撃とね攻撃と 受け止められかねない行使に慎重な立場を取っているということでございましたね。はい、ただね日本は情報収集能力がもう致命的に欠けてると思います。日本独自のね、情報収集能力インテリジェンスはもう本当にねあのダメ、ね。この相手をね。 日本を攻撃しようとしてるかどうかっていうのを多分アメリカからの情報で知るしかないんじゃないですかはいそして政府は国会承認を条件としつつどの時点での行使を可能とするか与党に意見を踏まえてね検討するということでございましてねはい JMSDF さんのおっしゃる通りインテリジェンスは日本はアウトと いうことでございいましてねいやーもうあきれて私物が言えないね一体このね相手はもうどん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 こういうふうにガツガツ打ち込んできてるのに何をしているんだということで私ついついねもうあきれ果ててこのニュースをシェアしながらこういったことをね、えー、つぶやきました。はいえー、日本を攻撃する国にとって こんなにありがたいことはない。なぜなら、一撃を食らわせた後反撃の可否の審議をするために、首相と議員たちが国会に集まったところを見計らい、蒸発させればいいと。はい。あえて私、蒸発と書いてますよ。蒸発。はい。もう 皆さん意味わかりますよね。蒸発。一瞬にして蒸発。何のことか分かりますよね。はい。えー、あとはね、えー、審議拒否をして逃げた野党。これ後で説明しますけどね。あとは審議拒否をして逃げた野党が実権を握り敵国に降伏。日本国は歴史から消滅をするという。 今の国会のね質疑今のね与党のやり方見てるとね私こういう未来を思わず想像してしまったんですよ。ね。はい JMSDF さんおっしゃる通りやっぱり自国は自国で守る自主防衛がね国家の基本だと思うんですけどいつまでも頼らないといけないのかな。 あままりりにも情けないい限りでございますさてこれについてね私いろいろ説明法則で説明しておりますけどまずこの日本の野党例えばね日本がまず一撃を食らう、ね、某国 C 国だろうがあの N 国だろうがね K 国だろうが一撃を食らうするとねその日本に対して攻撃をしてきた国に 対してですね。はい。例えば弾道ミサイル撃ち込まれました。どこから打ち込んできたかっていうのはわかります。当然ながら、その打ち込んできた国のね、軍事基地を、に対して反撃をするかどうかという、それをね、審議しないといけないんですよ。審議。すると、野党。まあ、野党といえば野党です。あの野党ですね。はい。 反撃ありきの審議には応じられない。話し合いによる停戦の可能性を議題に含めない限り、審議には参加しない。と言って、審議拒否をすると私は見ています。まあでもね、まず、まず、反撃能力ないですから、日本は。そのね、ミサイルを撃ち込んできた敵基地に届く、 弾道ミサイルすら持っていません。ね。その敵基地何で攻撃するんですか弓矢でも撃つんですかね。はい。まあでもそういうね、実際に反撃する力すら持っていないのに、その反撃をどのようにやるかということを審議していること自体がナンセンス。まずは反撃能力を持つことを先にやるべきだというふうに私思っているん ですけどね、はい、でもね野党は間違いなく、ね、この敵基地に対する、ね、反撃をね、えー、するための審議をやろうというと絶対に野党は逃げます。反撃ありきの審議には応じられない話し合いによる停戦の可能性を議題に含めない限り審議には参加しないと言って、ね、いつもはやりますよね気に入らないと審議協議。 そして、首都圏から遠く離れた場所、某所ですね。はい。かっこ、攻撃はしないと敵国から保証された場所。いやー、これがなんかすごいリアルでしょ、皆さん。はい。どこどこは攻撃しないからと言ってね。はい。申し送りをいただいたところに、野党の皆さんは頓送すると、 私は見ております。はい。そして審議拒否。審議拒否をしてね、まあ、与党が、えー、野党不在のまま、えー、緊急動議を上げて国会に集まった。はい、集まる。その時をね、密かに、ね、あの、お酒でも飲みながら待つんじゃないかというふうにね、実は私は思っているんですよ。ね。 はい。まあ、このね、与党が例えばこのね野党が参加しないね新規拒否をしていても、もう与党だけで緊急動議を挙げてねえ審議をするということになれば当然ながらマスコミが報道します。知る権利ね国民の知る権利を行使すると言ってねいつどこで誰が参加するかっていうのもこと細かい。 各ね、調べ上げて報道すすると思いますよ、はい、例えば11月の20日に、えー、衆議院のね衆議院で、えー、臨時、ね、臨時の、あのー、議会を開いてそこでね緊急動議を上げると参加するのは、えー、与党の、ね、誰々誰々とはい そして連立を組んでる冒頭の方々はなぜかあの最初から危険といって参加しないとかねはい,いやーしかしこれすごいと思わないですかはい今の日本だったらマスコミがねもうとにかくこういった情報になるともう根掘り葉掘り一生懸命報道すると思いますですから敵国 日本の中枢をね消滅させたい国からすれば工作員を送り込む必要もない日本が自らねえそういった重要な情報をね垂れ流してくれるということでございましてねいやー本当にねありえないはい結局日本がね自分でねはいいつねどこでね誰が 集まるとそこには首相を向いてあの国会議員の方々自民党の、ね、誰々が参加すると、はい、そういう風にすると思いますよはいこういう風にねまあマスコミはもうはっきり言って、えー、そういった情報をねどん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 垂れ流していくんじゃないかという風にね思っておりますさて 続きまして、蒸発。はい。この蒸発についてね、あえて私、蒸発と書いています。人間を蒸発させるためのツールといえば、皆さんももう分かりますよね。はい。そうですね、JMSDF さん。ハニトラにかかってる人は多分ね、あの、多分ですよ。えー、体調不良とか、 行ってです、ね、はいあの病名作って緊急入院すると思いますよそれも離れたところにね、はい、同じ与党の議員でもハニトラにかかっててねまあ亡国に思いっきりね何を握られてる方はあのこういった反撃の審議の時には 突然病気になってえ病院にね入院するというふうに私は見ていますよ。はい、そうですね。専門家からマスコミから多分そういったね審議をするというとね、あの、どん,どん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 その国会の周辺から逃げ出していくんじゃないかというふうにね、私思ってます。さて、その蒸発させるためのツール。これがですね、 はい、その日本にね悪意を持って打ち込んでくる国から発射されれば、まあ、当然ながら探知されますまあこの探知もアメリカ頼りなんですよね正直言ってねはいアメリカ頼りでございます本当に日本のインテリジェンスっていうのはねもう本当に牙を抜かれた状態はい、予算もない人もいないねっ それをね作ることすら、えー、出してはいけないということでございましてね情けないですよねはいさてそれをね例えば、はい、C 国および N 国からね打ち上げてきたと、まあ、当然ながら米国のねあの衛星がキャッチしますよそして日本側に知らせて 日本側でもね、まあ、すぐあの国会の方に連絡が行くと思います。まあ、実は国会っていうのはね、はい、上に何か落っこちてきても、あの、大丈夫なぐらい地下に何やあるらしいんですよ。はい、地下に。いや、皆さんも入ったことあると思いますけど、地下にね、 すごい地下の深いところにすごい長い廊下がありましたね。はい。その下にもまた何かあるらしいんですけど、まあ私はそこまでは入ったことはありません。でも、議場っていうのはね、はい、国会議事堂の中に衆院と参院がありますよね。はい、建物の、はい、中にありますよね。そこに集まって、 ている時に。蒸発するような事態が突然起こる可能性がある。はい、まあ確かにね。その隣の国から打ち込んでくるとまあ、着弾までにだいたい15分ぐらいかかりますかね？はい、15分から10分ぐらい。では着弾すると思います。 でまたその発射する兆候とかをキャッチしたらアメリカから日本側に通報来ますからね慌ててその地下の深いところに逃げられる可能性がある私がね四国の人間であればそれを想定してあのわざわざねはいあの本国から日本の国会議事堂に向けて、えー、蒸発させるツールを打ち込むことはやらないです。 もうすでに日本国内に持ち込んでね、はい、その近くにもセッティングされてる可能性があるわけなんですよね。まあ、こののの国会議事堂の近くとというと民間の建物もいありますよ、はい、もしそういったところに何が持ち込まれていてですね本国の指示待ちになっているとしたら皆さんどうしますか つい最近もね自民党のある先生のねおかげで、えー、この国会の中に自由に出入りをできるパスを持っている、まあ、中国人の存在が明らかになりましたよねはい中国人の存在もしねそういった人たちがパーツをね細かく分解をして国会のね議員会館の中に持ち込んでですよ そこで組み立てをして、どっかに仕掛けているとしたら、どうするんですかねえ。はい。えー、JMSDF さん、潜水艦時代は副長官に一番最初に会った時に、はい、赤い国には気をつけろと言われたということでございましてね。はい。いやー。 まあ国会の中に持ち込むってのはかなり難しいと思うんですけどでもね意外と緩いですよはい緩いすいすい入れちゃったりしますからねそれだけやっぱり議員のね、はい、パスっていうのはすごいですから、はい、それと国会議事堂の周辺って隔離されてるわけじゃなくて身内いっぱいありますからねはい 500メートルぐらい離れてても関係ないですから。この蒸発するツールはね。だって、半径、半径5キロとか半径10キロが蒸発するわけですから、はい。私がだったら、はい。私がだったら、わざわざね、打ち込みません。打ち込んでね、相手に、ほら来たぞーって言ってね。 あの構えさせるよりはもう本当に普段から静かに、はい、日本国内にどん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 パーツを持ち込んで組み立ててその国会議事堂のすぐ近くの建物の中にもうすでにセットしているというふうにね私は思っておりますよ。ははいいまああででもありえない話では ない,と思わないですか皆さんはいまあそしてね次次はいもう今日はねちょっともうこのニュースを見てあまりのもう平和ボケぶりにですねもうこの日本という国はね本当にきれい事と生と真面目さでですね滅びるんじゃないかっていうのを私ついついもう予測してしまったんですよはいつまり 決まりごとをね破らない生真面目さそしてきれいごとをとっても大事にする純粋さそれによってその国が滅びると真っ先にねやっぱり犠牲になるのは私自衛隊の方々だと思いますよ、ね、だって撃たれるまで撃つなんでしょ反撃するなんでしょありえないですよ、ね、さて まあそういったあるものによってね、日本の中枢がね、消滅をする。はい。えー、相手国へのね、まあこれは私の予想なんですけど、まあ普段演習してるかのようにね、あの、こういった弾道ミサイルを撃っているんですけど、それが突然ですね、はい、突然、あの、大阪とか、 名古屋とかそういったところに着弾をするはい当然ながら人を蒸発させるようなものではないです通常タイプの弾頭で着弾しますはい沖縄には多分やらないね沖縄とか横須賀とかねそういったところにはやらないなぜなら米軍がいますから 米軍がいいるとところには私は私やらないと思っておりますつまり米軍がいないところね米軍基地がないところで人口が多いところにあの打ち込んでくると日本っていうのはねもうこうして弾道ミサイルバンバン打ち上げられてもう完全に麻痺してる、ね、麻痺してますからまたかと思っていたらなんと 街の中に、ね、着弾をし多くの人たちが命を失うと。その時になって慌ててですね。はい。えー、反撃能力の行使どうのこうの国会で審議始めようとすると思います。その前に反撃能力すら持っていないのに、ね、反撃能力すら持っていないのに反撃するかどうかで、ね、国会に集まるわけですよ。 もう本当にこれギャグなのかっていうふうに言いたくならないですか皆さん。ばっかばかしいですよ、この人たち。本当に何考えて国会議員してるんですかね反撃能力ないのに、その行使についてうんぬんナンセンスですよ。まずは反撃能力、相手の国に届く長距離ミサイル、弾道ミサイルの整備、開発、そういったものをやるべきじゃないですかやろうとしたらやろうしたでね。 あのなんだかんだ文句ばっかり言ってくるしそういった開発も相手に打ち込まれてから国会で審議してね反撃しましょうということでそっから開発し始めるんですかね。はい私そういうふうに思っていますよ。はい、まあ当然ながら日本の中枢が蒸発してなくなる。するとね地方 はい。どことは言いません。某国がここには打ち込まないからというふうに、ね、言い含めた、言い含めていたところにね、隠れていた野党の議員たちが、ね、その時になって、わらわらと現れてくる。選挙では政権取れなかった。でもね、政権与党が蒸発してしまった今、国会議員は自分たちしか、 いいななわけなんですよ、ね、まあそういった人たちが出てきて、えー、反戦とか停戦そして平和を叫んでねマスコミと一緒になって国民に呼びかけるねはい平和と非戦を掲げて彼らは実権を握りますだって与党いないんですからね選挙によってね 実権を握るんじゃ政権を握るんじゃないんですよ。政権与党がね、はい、消滅した、蒸発してしまったから、自分たちが仕方なくやるんだっていうことで、政権をね、握ります。そして、都心でね、人が蒸発するような惨状を見て怯えてる国民に対してですね、えー、反戦、そして非戦を呼びかけ、平和のために、 某国とと話しし合いいををようっていうことを呼びかけるそれにねマスコミが大キャンペーンを張ってですね、えー、戦っても死ぬだけだからここはやっぱり話し合いをっていうことになってみんなでも話し合い話し合い話し合いと言って結果的に日本にねそういったものを打ち込んできた国にヘリ 下るとといいうことでございました、ねまあ閉陸だった後はね、はい、なんとか人民共和国、えー、日本省とかそういった名前になる可能性があるまあ、そんな中で、まあ、こういった人たちが実権を握って支配階級になる一旦なってしまえばあと選挙なんか関係ないですからあの国ではねはい。 どんなに頑張って選挙でやっても取れなかったね政権がこうして待ってるだけで転がり込んでくるということでございましてね、はい。いやーね JMSDF さん私はね核武装した方がいいと思ってます。核を持ってる国同士では争わないこれが最大の抑止力ですよ。 ならば日本もね、ね、ね、堂々と、ね、核を、ね、持つべきです。はい、でも野党の皆さん今日聞いてたら図星でしょこれ図星ねズ図星だと思いますよでもね今の日本もしね都心に都心っていうかね米軍基地のない地方都市に一発撃ち込まれてね多くの人たちが亡くなったとはい 多分野党は一発だけなら5社かもしれないきっ,ってねあの危機意識ゼロで多分すすると思いますよ。与党はさすがにねこれはいかんということで敵基地攻撃について国会で議論をするとバカじゃねえかですよ、ね、相手はもう打ち込んできてるこれから議論をする議論をしてこれから反撃能力整備するんですか 敵は待ってくれるんですか日本に打ち込んでくる国待ってくれます。日本がね、えー、弾道ミサイルを作る、ね、核を開発するまで、一発だけ撃って待ってくれると思うんですか。はい。いや、本当に、今の国会議員、本当にもう,もう少し敵意識持ってくださいよ。ね。もう自分のね、バッチのことばっかり気にしてね。本当に綺麗事ばっかり言って。 これれでで国守れるんですかもう本当に私こういったニュースを見てもう情けないやらなんやらこれで本当に国会議員なのかこいつらなんてね私思ってしまいます今日は本当にねあの激怒プンプンでツイッターいろいろ書いてますけどねいや本当に私今日はもう大丈夫かこいつらなんてね思って書いていますよいつまで。 遺憾の意強く抗議をする日米韓で情報を共有するえ国連決議を遵守させるように国際社会に働きかけるそんなこと言ってたら本当に蒸発させられるよと <laughs> 今の日本ってこれですよね遺憾の意強く抗議をする日米韓で情報を共有する 国連決議を遵守させるように国際社会に働きかける。はあ、もうため息しか出ないですね。本当に。日本という国、このままじゃなくなりますよ。ということで、今日はね、ちょっと嘆きにも近い、ね、お話、私なりのシミュレーションをさせていただきましたが、まんざら外れではないと。 思いますまあね今こういうふうに北朝鮮がバンバンミサイル撃ってんのもですねこれ私一つの牽制だと思ってます近い将来そのうちの1発がね、えー、いわゆる予定コースを外れたといって日本のどこかにまあ着弾をする、ね、与党は当然慌てますしかし野党は1発だけなら5社かもしれないと言ってね はい、北朝鮮の真意を確かめるべきだと。<laughs> 与党はいや、それでは遅い。敵基地、その発射した基地を攻撃することをね、やはり国会で検討しなければならない。しかし野党は、攻撃ありきの審議には私たちは参加しない。やはり一発だけなら誤射かもしれないので、 話し合いの余地は残すべきである。それを担保できないんであれば、我々は審議には参加しない。と言って、はい、どこかに雲隠れ。はい、そして与党の中にも、その質疑、はい、道義がね、出された時、緊急道義が出されてる、そのさなかに具合が悪いと言ってね、はい、突然、 入院をするる人たちも出てくるでしょう、まあ、連立与党の中にもね、えー、我々は平和の党だから、えー、この件については棄権すると言って議場去る党も出てくるでしょう。そこに残るのは、えー、自民党の、ねはい、総裁いわゆる首相とね、その国を守るために、ね、熱い思いを持った人たちが集まる。それが ね、標的になり一瞬で蒸発をしてしまうそうなれば誰が得をするのか当然ながら、はい、野党の皆さんと、はい、日本が欲しくてたまらない国ではないかななんて私思ってるんですけどこの悪夢が現実になるんじゃないんですかねまあでも例の蒸発するツールは私は常に 日本国内に持ち込ままれていいると思いますはい、野党やマスコミが米軍のね、えー、それをね持ち込みをなんだかんだ大騒ぎしているのは自分たちがもうすでに持ち込んでいるからではないのかっていうのが私のやはり見立てでございましてインテリジェンスの不足してるこの国でね本当はバッジをつけた人がこういったことを口に出してね 堂々と言えば、ね、一つやっぱり世論の歓喜になるけどみんなバッチ失うの怖くて口開かない本当にこの国ってね大丈夫なんですかねはいということでございましてはい、本日の、えー、ボギー大佐の言いたい放題半分嘆きのようなお話でございましたがねはい一つのね はい、日本消滅へのシュミュレーションということでございまして何をやっている国会議員ということでねお話をさせていただきました皆さんも是非真剣にこの件については考えていただきたいと思います多分その中に事実と符合する事象もたくさんあるというふうに私は見ておりますということで、えー、本日の えー、ボギー大佐の言いたい放題、これにて終了させていただきます。はあ、でも本当に、200万余りのね霊たちの命をもって守ったこの国が、ね、こんなでいたらく、情けないでございます。ということで、本日の放送、 これにてて終了させていただきます。では皆様明日また同じ時間にお会いしたいと思います。今夜もありがとうございました。